ボートレース小島 G2 男女バトル小島モーターボート大賞、今節は豪華メンバーによるダブルドリーム戦が組まれておりまして、2日目の最終カードは第2弾の女子のドリーム戦となります。これから展開されますは第12レースのクラリスドリームです。1号艇には田口一節子、2号艇には平山千佳、3号艇には雲野ゆかり、4号艇には三浦恵里、5号艇には魚谷香織、6号艇には鎌倉涼、以上6選手の対戦です。現在は非常に潮位が高い状況ではありますが、風はありません。ほぼベタ水面の中で迎えたこの12レース。昨日はアウトかな戦い、1着3着と好成績を収めた高枠1号艇地元田口節子を1番人気に押されてインに座っています。対照的にこちら厳しい船出となったのが2号艇の平山千佳、中枠両者本体整備施しての登場は3号艇雲野ゆかり、4コース引っ張ってかどが4号艇の三浦恵里、5コース初日は中間着でした5号艇の魚谷香里、最アウト6コースが6号艇の鎌倉涼。最終体系スローが3艇、ダッシュも3艇、定番通りに収まってスタート10秒前。2日目最終カード小島第12レースはクラリスドリーム戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース3コース4コース、コースアートは1号艇3号艇4号艇、2コース着火が生んでしまいましたが、1周1枠の旋回、インから先制、1号艇田口が逃げる、3号艇の運野が巻き出す、手を合わせる2号艇の平山、切り込んでは4号艇の小手アウト行く、5号艇の魚谷香里、堂々と押し切った1号艇地元の田口、2番手一歩先行4号艇の三浦、3番手アウトコース通って5号艇の魚谷も打ち返ってくる、6号艇の鎌倉、後方に手は3号艇2号艇時計裏を通過、12コーナーの旋回スタートは正常、2番手クルリと6号艇鎌倉先制、差し返すは4号艇の三浦と5号艇の魚谷香里、3号艇の運のゆかり、窃盗は1号艇田口、2番手抜け出した4号艇の三浦、上の2名は1番4番1の体系、3番手の瀬は3号艇5号艇6号艇三つ止めの攻防で、レースは2周回1コーナー、盛り込んでくるは3号艇運のが小回りで応戦、外行きます6号艇の鎌倉で、切り込んでは5号艇の魚谷香織です、単独の3番でアウト回して6号艇の鎌倉が3停止4停止リードを取って、上体系は1番4番6番、その後方3号艇運の5号艇の魚谷並走、最後方となった2号艇の平山、レースは2周にはクロス旋回、先頭は人気の中心1号艇の田口、2番手が4号艇三浦、3番手でクリア6号艇の鎌倉、上位の3名は1番4番6番146の体系、レースはこれから3周目と移っていきます。このレース1コースから0台しっかりと押し切ったのは1号艇地元田口節子でありました。2番手が4号艇の三浦入り、3番手で続いたのが6号艇の鎌倉涼、上位の3名落ち着いて146の体系となっております。2連単14の組み合わせは 4.3 倍、3連単146ですとこちらは 28.2 倍です。ラストコーナーの世界シリーズ2勝目をゲット、先頭1号艇の田口、2番手回る4号艇の三浦、3番手ホーム川6号艇の鎌倉、上位の3名は田口三浦鎌倉146、まもなくゴールインです。先頭1番田口ゴールイン、2着4番三浦ゴールイン、3着6番の鎌倉ゴールイン、5番の大谷、3番のラスト2番の平山ゴールイン、以上小島第12レースでした。第12レースの確定です。1着1番、2着4番、3着6番、以上でございました。